株式会社、鈴木栄光堂は、岐阜県大垣市にある菓子の製造会社。テーマパークやアミューズメント施設向けの景品菓子の、最大手で、クレーンゲームなどのプライズ機内に置かれる菓子の企画、販売を行っている。アミューズメント卸し事業については、他社製品の取り扱いがメインであり、他の大手製菓会社などから商品を仕入れ、プライズ機用の景品として企画、パッケージングし、 アミューズメント施設に卸ろしている。菓子の製造販売事業については、飴やチョコなど様々な製品を製造販売しており、EC サイトによるネット販売も行っている。また、他社向けの OEM や反則、プロモーション用のノベルティ菓子の製造も行っている。海外展開を積極的に行っており、ベトナムと中国・上海に支社を持つ。 海外からぬいぐるみなどの景品を仕入れて、日本のアミューズメント施設に卸している。また、ゼリコブランドで海外に、日本の菓子を輸出している。FC ギフのスポンサーをしている。日本アミューズメント産業協会の正会員であり、アミューズメント関連のイベントにも出展している。1877年創業。鈴木家二代目の鈴木伝七が1912年より、 ゼリーの製造を開始し、1933年に株式会社化。1935年よりゼリコ飴の製造を開始。昭和時代中期から平成時代初期にかけては、駄菓子屋などに置かれていた、駄菓子屋ゲーム、10円ゲームなどと呼ばれる定額プライズ機の景品として展開されたゼリコブランドの菓子で有名で、10円ゲーム機では、 グリコなどを景品に用いると赤字になるため、もっぱら、ゼリコが用いられた。近年までは小規模な会社で、アミューズメント施設に設置してある、プライズ機の中でしか製品を見かけることはなかったが、2008年に5代目、社長となった鈴木家重大、代、ダイソー等の100円ショップのほか、スーパーなどにも展開するようになっている。2017年9月27日には1860年に、 創業した北海道函館市にある菓子店の千秋安草本家を買収した。ありがとうございます。